アレクサンドル・アドリアンセンはフランドルの画家である。調理場や食卓の魚や肉の食材を描いた生物画、花瓶と花を描いた生物画などで知られる。アントウェルペンで作曲家、リュート奏者のエマニュエル・アドリアンセンの息子に生まれた。弟に戦争画を描いた画家のヴィンセント・アドリアンセンがいる。別の弟のニコラース・アドリアンセンは肖像画家になった。 ファンラークの弟子として1597年に画家組合に登録され、1610年に画家組合の親方の資格を得た。バロック美術を代表する画家、ピーテル・パウル・ルーベンスの工房に近い場所で活動し、ルーベンスはアドリアンセンの生物画をコレクションに加えた。また有名な肖像画家、アンソニー・ヴァンダイクはアドリアンセンの肖像画を残した。 1623年から1661年の間のアドリアン戦の作品が残されているが、1630年から1650年の間が活動のピークであった。魚や狩猟の獲物を描いた生物画で知られている。1640年頃、アントウェルペンで流行した高価な食器を描く作品も描いた。当時、一般的であった他の画家との共作もしており、 人物画の得意な、指紋でボスと共作し、生物の部分を描いた作品もある。ありがとうございます。